どうもこんにちは。今回の舞姫大学特別講義なんですけども、まあ奈美さんがね、真面目な人は稼ぎませんみたいなタイトルで動画の方を作っていただきまして、非常に参考になるところありますけども、まあ私の方もね、あの真面目が悪いというわけでもないんですけども、ただ真面目っていうのはね、残念ながらあの常識破りな稼ぎにはまあ到達しないっていうのも確かだと思ってるんですよ。そもそもですね、まあ1年間で1000万とか2000万を稼いじゃう人って、いわゆる真面目のその型にはまらなかった人だと思うんですよ。まあ、真面目にコツコツ働くのはどういうことかっていうと、例えばね、常識的な年収300万400万とか、月収20万30万とか、時給1000円とか1500円とか、こういうのを真面目にコツコツやるっていうことだと思うんですよ。まあ、まさに常識的な行動で常識的な回答を出すことなんですよ。でも年収1000万2000万っていうのは常識ではないですよね。やっぱりちょっと目を引く、どうやったらそうなるのみたいなところがあるわけですよ。そうなると真面目や常識という型からちょっと外れていかなくてはいけないんですよね。で、外れたからといって何でもいいわけじゃなくて、外れた結果もっと悪くなるってこともあるわけですよ。ですんで、どのような常識の外し方、もっと言うとね、常識破りですよね。常識外れにはなってはいけないけども、常識破りな考え方や行動をするってことが求められているんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱり多くの人が常識的な思考から抜け出せずに、真面目で当たり前の枠からはみ出せないんで、そのまんまの人生が続いているわけですよね。でも例えば職業を、じゃあ原発の作業員ですとかね、プロトニウムを扱っていますとかね、それから100メートルを11秒で走りますとかね、パカーンとね、バットボールバーンと打つと150メートル飛びますとか、こんなのなかなか日常生活聞かないじゃないですか。仕事の中でもここまでできる人っていないですよね。つまりこういう人が稼げるってことなんですよ。で、逆にですね、時間を守らないとか約束を破るとかね、そういう常識外れなやり方はもっと悪くなるわけですよ。迷惑系 YouTuber っていうのがいますけども、とても許されることではありませんけども、でもそういう人が残念ながら有名になってしまうと、真面目にコツコツやってる人でも有名になってしまうっていうこともあると思います。よく言うバカッターっていうのはね、なんか顔と名前は売れるんだけども、それによって何かね、誰かの役に立ったり稼げたりすることはないわけですよ。ですんで、どういうふうな常識の破り方をするのか、まあ、ここには気をつけて進む必要があるんじゃないかなと思います。まあ、人がね、やらないようなこと、できないようなこと、それをやり遂げて、しかも人に喜ばれる。私最近 YouTube でね、あの大食いファイターっていうのを見てるんですけどもね、確かにたくさん食べることって誰の役にも立たないんですよ。でもついつい見ちゃうんですよね。再生数やアクセスもかなり高いんですよ。だから自分にはできないような、気持ちいいぐらいいっぱい食べる人に、まあ、ニーズがちょっとあるっていうのもそうなのかもしれませんね。でも大事なのは、これを普通の人が真似てやってしまうと、重大なね、疾患を患ったりとか、喉に食べ物が詰まって死んでしまったりとか、あと必要以上に食べることによって肥満だとか食料不足にも近くなるってこともありますんで、やっぱこういうのはね、特別な人がやることなのかもしれませんね。はい、人間は生まれながらにして特別な人っていますからね、これは認めないとしょうがないです。特別な人でもない自分が特別なことをやろうと思うと、特別な人間ではないわけですから、それなりのリスクが抱えられていくこともあるのかなと思います。まあ、ですんで、人はね、リスクを抱えるよりもリスクがない普通の生き方に収まってしまうのかなと思いますけども、50代からね、私の場合はキックボクシングをやります。格闘技の経験特にありません。やっぱ普通じゃないですよね。まあ、でもね、普通じゃないことに挑戦してみたいなっていうところもあります。まあ、今格闘技はね、あのプレイヤーの安全とか健康にものすごく配慮されてますんで、そんなね、血を吹き出したりとか骨折みたいなリスクはありませんし、まあそうは言っても一定のレベルで体鍛えないとリングに上げてもらえないんで、ちょっと頑張っていこうかと思います。まあ、私の真面目じゃないところってのはそういうところですか。その年になってやるかみたいなね、批判を浴びそうなこととか、いやこれからじゃ無理だろうと言われるような不可能に挑戦してみたいっていうことをちょびっとやってみる、まあそんなところかなと思います。皆さんの今年の挑戦は
いかがなってるでしょうか。それではお疲れ様です。